のね。これが学校なのか。ずいぶん立派なとこなんだな。お城ともお屋敷とも違っていて、不思議な雰囲気の建物ですね。ねえねえ、ちょっといい？どうしたんですか、イオちゃん。あのね、少しお願いがあるの。お願い？改まってどうしたんだよ。今の航路あるじゃない？途中でマナリア魔法学院がある有名な島のそばを通るんだけど。マナリア魔法学院？バータグランデ空域で一番有名な魔法の学校よ。師匠が一流の魔法使いを目指すなら一度は訪れておけって言ってた場所でね。わーい、ありがとう。どんなすごい魔法使いがいるのかしらね。楽しみだわ。よーし、それじゃあ行きましょう、マナリア魔法学院へ。興味津々といったところですな。ウフッ、初々しくて可愛いわね。はい、こういう雰囲気のところは初めてで。ほほう、なら今日は存分に見学していくといいでしょう。ミラちゃん先生がマナリア魔法学院を隅から隅まで案内してあげちゃうから。ありがとうございます、ミランダ先生、ジル教授。この学院にいる全員が毎日魔法の勉強をしているのよね。そう考えるとなんだかすごいわ。イオさんは独学で魔法の勉強をされていたのですか？いいえ、師匠に教えてもらいました。バルツのザカ大公。ほう、ザカ大公ですか。ドラフ族は魔法は得意ではありませんが、あの方は突出した才能を持っています。良い師をお持ちですね。今日はいっぱい見学していってね。気に入ったら入学申請もお待ちしてます。はい。楽しみ。それじゃそろそろ場所を移動しましょう。次は中庭です。ここが中庭です。マナリアの生徒たちの憩いの場所なのよ。すごい、空間に魔力が満ちてるのにこんなに安定して静かなんて。あのミランダ先生、あそこの大きな石の柱は何ですか？あれはモノリスね。モノリス？魔力を安定させたり増幅したりする魔法の媒介よ。でもあんなに大きなのはバルツでも見たことない。あのモノリスはコアモノリスといって特別製なの。個人で使うものじゃなくて学院全体に満ちる魔力を安定させるためのものなのよ。この学院には安定と増幅、二つのコアモノリスがありましてな。その二つのモノリスのおかげで一人では行使できない大規模な魔法もこの学院では一人で行使できるのです。そんなものがあるなんて、なんだかスケールが違うわ。さすがはマナリア魔法学院ね。ミランダ先生、ジル教授。おやおや、ハンナさんにウィリアム君、そんなに急いでどうしました？少しお話ししたいことが。そちらの方々は？学院の見学者さんよ。ご挨拶してね。あら、
失礼いたしました。ようこそマナリア魔法学院へ。私はこの学院で生徒会長を務めておりますハンナと申します。見学中にわからないことなどありましたら気軽にお声掛けくださいな。はい、ありがとうございます、ハンナさん。ほほ、それで何か急ぎの用事があったのではないのですか。あ、そうでしたわ先生、少しこちらへ。急にごめんなさい皆さん、少々お待ちくださいな。何かあったのかしらね。サナにしてもモノリスか。こいつがあればオイラも魔法が使えんのかな。モノリスは魔法を使えるようにするんじゃなくて魔力を安定増幅させるものよ。だから魔法が使えないとあんまり意味がないわね。ふう、そういうもんか。なんかややこしいんだな。あ、ミランダ先生たち戻ってきましたよ。すみません、少し急ぎの用事ができてしまいましたので私たちは職員室に戻らせていただきます。おいおい、それじゃあオイラたちの案内は。大丈夫です、後の案内はハンナちゃんとウィリアム君にお願いしました。団長ちゃんたちのことちゃんと案内してあげてくださいね。はい、お任せくださいですわ。任せてください。というわけでここからは私たちが案内させていただきますわ。自己紹介がまだだったね。僕はウィリアム、よろしく頼む。それではそろそろ参りましょうか。次はあちらの校舎を案内いたしますわね。おにゃ、なんでこんなとこに魔物が。あ、早くあの人を助けないと。心配いりませんわ。何言ってるのよ、あのままじゃあの人を怪我しちゃうわよ。あれはガーゴイル、石像を媒介にして闇魔法で生み出した魔物ですわ。おそらく闇魔法の練習をしているのでしょう。闇魔法って嘘、あんな難しい魔法をって。あ、そうか、コアモノリスがあるから。ええ、コアモノリスのおかげでまだ成長過程の生徒であってもなんとか使うことができるのですわ。ですが闇魔法が非常に難易度の高い魔法であることに変わりはありません。闇魔法を使用する際には必ず教師が付き添うことになっているんだ。だから何の心配もいらないよ。え、ウィリアム先輩の言う通りですわ。へえ、そんな魔法があるんだな。オイラ初めて知ったぜ。すっごく難しい魔法なのよ、だから使える人もほとんどいないの。ハンナさん、ウィリアムさん。どうしたんですの、ルリアさん。なんだか生徒の皆さんが私たちの方に逃げてきてるみたいなんですけど。え？逃げろ！逃げるんだ！まさか先生の付き添いなしで闇魔法を使ったんですの？早く先生を呼ぼう。いや、その前に逃げないと。落ち着いてください、ウィリアム先輩。おい、どうなってんだよ。
あの魔物は暴走してるんですわ。このままでは生徒たちに被害が。私たちで止めましょう。じゃないと生徒の皆さんが。マナリア魔法学院のみんなに私の魔法見せてあげるわ。また。なあ、こんなところかしらね。驚きましたわ。とても強いのですね。ああ。魔法にはちょっとは自信があるけど、こう白兵戦となるとね。まあオイラたちは気空団だからな、魔物との戦いは慣れてんだ。そういえばなぜ気空団の方がマナリアへ。私の魔法の師匠がね、一流の魔法使いを目指すのなら一度はこの学院を訪れた方がいいって。だからこの旅の途中で団長に無理言って来させてもらったの。なるほど、なかなか首相ですわね、伊予さん。あの生徒会長、俺たち、そのそうでしたわね。今は先にこちらの状況を何とかしなければなりませんでしたわね。ウィリアム先輩、どなたか先生を呼んできてくださらないかしら。私はこの状況を処理しますので。わかった、それじゃあ行ってくる。団長さん、すみませんが私はこの場の整理をしなければなりません。ですからその間は皆さんだけで学院を見学してもらってもよろしいでしょうか。私たちだけで回っていいの？この場に付き添っていただくわけにもいきませんし、生徒会長権限で許可いたしますわ。ですが立ち入り禁止の部屋に入るのだけはやめてくださいな。ええ、学院の中には禁忌の魔導書や危険な魔法具が収蔵されている部屋があります。そういう部屋は一部教職員や許可を得た者以外の立ち入りは禁止になっているんです。ですからくれぐれも中に入らないようお気をつけください。わかったわ、立ち入り禁止の部屋には絶対に入らないようにするわね。ええ、お願いしますわね。それとこちらが学院の地図ですわ。見学の際にお使いください。私もこちらが落ち着きましたらすぐに合流いたしますわ。なんだか大変そうです。トラブルの後片付けを見学客にさせるわけにもいかないんだろうぜ。その辺厳しそうな感じだしな。せっかくだし見学させてもらいましょう。私図書館を見に行きたい。マナリア魔法学院ね、本当にすごいわ。いや珍しいのはいいんだけどよ、イオが本を見るたびに大声を上げるから先生たちに怒られちまったじゃねえか。図書館では静かにって言われちゃいましたもんね。うい、ごめん、すごく珍しい魔導書ばっかりだったから。それで次はどこに行くんだ？そうね、次は。ピアノの音？
ごく綺麗な音色ですね。でも、なんだか、どこか寂しそうな。あの、音のする方に行ってみませんか？私、このピアノ、もっと近くで聴いてみたいです。はい！ありがとうございます！確かになんだか、胸に響くというか、どうにも気になるわね。行ってみましょう。地図だと、この先に音楽室があるみたいね。きっとそこよ。優しい音色で、あのなんか気に触ったのか。あとはウィリアム先輩に任せてきましたわ。それにしてもどうかしましたの？なんだか浮かない表情をしてらっしゃいますが。実は。なるほど、それはグレアさんですわね。あのハンナさん、私グレアさんに何か失礼なことを言ってしまったんでしょうか？まさかそんなことはありませんわ。ただ彼女はいろいろとありましてね。初対面の方にはそっけない態度をとってしまいますの。ですから決して怒っているわけではありませんわ。それならよかったです。そのグレアさんのピアノ、すごく優しい旋律なのにどこか寂しそうで、それがなんだか気になってしまって。あの子、あの言葉。とっても綺麗な演奏でした。それにすごく優しい音色で。まるで、あの時みたい。うわー、なんて優しい演奏。ねえ、もっと聞きたい。他に何が弾けるの？なんだか聞いてると安心する。すごく優しい人が弾いてるんだなって伝わってくる。あの人たち誰だったんだろう。制服を着てなかったし。ねえ、次のお休みだけど一緒に買い物に行かない？
り案外いないと寂しいな。昔は一人でもこんなことを思わなかったのに。あ、早く帰ってこないかな。一体何が。何か違う。おい、空が赤くなって夕暮れにはまだ早いぞ。一体何が起きてますの。何この音。耳が。当てた箇所が悪かっただけだ。そうだ、そうに決まってる。おい、お前らも手を貸せ。全員で一斉に攻撃するんだ。そんな、本当に魔法が効かないのか。逃げないと。どうすればいいの。このままじゃ。皆さん落ち着いてくださいまし。生徒会長。生徒会長、数人で集まって円陣を組んでください。離散していたままでは格好撃破されるだけですわ。お互いがお互いをフォローし合うのです。そうやって身の安全を守るのですわ。エンジンを組んだ組から交代し教室棟へ。あそこには有事の際の結界が張られています。あそこなら安全ですわ。順に慌てず動きなさい。さあ団長さんたちもあそこのグループと一緒に早く教室棟へ。それがベストね。ハンナさんはその間に避難を進めて。何言ってますの。お客様にそんな危険なことさせられませんわ。でもよ、さすがにオイラたちこの状況を見てほっとくってわけにはいかねえぜ。そうです、今はお客さんとか関係ありません。私たちができることをやらないと。今は少しでも多くの人を助けるのが優先よ。面目ありませんわ。ではお力添え甘えさせていただきます。
魔法がほとんど効かないじゃない。それにどんどん数も増えてるし。みんな待って、置いていかないで。あそこに逃げ遅れた人が。荒事は苦手なのですが、ですがそのようなこと言ってはいられませんね。